はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、デュエルマスターズの動画なんですけれども、なんと見てご覧いただけるようにサンダーさんにお越しいただきました。いや、それだサンダーだー。よろしくお願いします。はい、実はね、デュエマを始めたのはサンダーさんのおかげなんです、はい、本当ですか？本当ですよ。ありがとうございます。今日はですね、なんとサンダーさんと対戦させていただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちはいつものジョーカーズデッキです、はい、あー、デュエマ始めておいてよかったわそうだね、本当そうだよね、うん、じゃあ俺はサンタさんなんとベジータ、ベジータ、誇り高きサイヤ人の王子、いやこれベジータ、怖いよ。一撃必殺のアッパーカットはい、おまれーって人だよね。行きましょう、じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけん、ほい、先行行きます。よろしくお願いします。出ます、スタート。じゃあね、まあ先行一旦目はね、とりあえずマナチャージでエンドですね。エンド、はい、ドロー、ドロー、はい、マイチャンネルチームは、うん、チームでやってますんで、はい、僕、エイシン君と一緒にやってます。はい、マイチャンネル対サンダーさん、オッケー。マーチャンで1マナ、はい、1マナで、じゃあ、ジョーカーしないです。1、2、3、4、5、はい、おぉ、ジョリーザ・ジョニー、ジョリーザ・ジョニーいきなり入れます。はい、もう来たら加えたいんだよね。やばいな。はい、ドン、タイドです。オッケー、ドロー。マナチャージ、これそしたら2マナで1番隊バギン16号、あ、マフィンギャングの召喚コスト1軽くするよってやつですね。軽くするやつ、はい、ターンエンド、はい、アタップ、ドロー、ドロー、マナチャージ、はい、そして2マナ使って、やったりま、やったりま、お互いいいスタートはしてますね。タイムです。オッケー、ドロー、軽くするやつですね。そしたら手札は4枚か。あー、じゃあね、これだな、と1枚置いて、2マナ、1マナ軽くしてるんで2マナヘモグロ出します。あ、ヘモグロ、はい、出た時に相手は自分の手札1枚選び、捨てると。あ、手札の中から1枚選んでなんか捨ててくださいと。オッケー、ちょっと弾丸を捨てました。じゃあこれでこっちはターンエンドです。はい、ワンタップ、はい、ドロー。ただね、こっちもあんまりゆっくりできないんだよなじゃあこれでチャージして1マナ使って、ちょちょちょ、ジョーカーで、オッケー、もう一回使いますね。1、2、3、4と、やったれまん、やったれまん、はい、やったれまん手札にして、山本さんが一番下に落とします。ジョリーがどんどん速くなる、はい、じゃあまだいける、まだいける。1マナ支払って、うん、やったれ、うわー、2ターン速くなっちゃった。オッケー、ターンエンドです。ターンエンドだね。じゃあ起こして俺のターン、ドロー。お、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 うん、相手の手札は2枚、2枚です。手札2枚か。そしたらマナチャージ、3マナ、3マナじゃない、2マナでいいんだ。何が出てくるんだ。もう一回ヘモグロ、あー、やばい、手札1枚、手札1枚捨てる、捨てる。じゃあこっちだ。オッケー、で、もう一回、1マナ軽くなってるんで2マナ、ブーストが、ブスート、これ出た時に、手札から出た時に他のクリーチャー1体破壊していいですよと、はい、そしたら、そのクリーチャーの持ち主はそれと同じ名前のクリーチャーを墓地からバトルゾーン出す。なので、もう一回出てくる。わお、じゃあ、また出たので、手札を1枚捨ててください。オッケー、オッケー、これでターンエンド。うわー、やばい、やばい、向こう、しかも、ちょ、何やってんの。まだ考えずにやんなよ。マナチャージせずに、3マナ使って、ゲラッチョ、ゲラッチョ、はい、ゲラッチョで、うん、何するかだっけ。このピンチがドロドロに出た時、クリーチャー1体タップまたアンタップする。はいはいはい、これ OK、じゃあタップしました。で、これは召喚の位置で、ドレマンでアタックするかで、うん、しといた方がいいんじゃない。3枚、4枚でこれシールド割れるやばい。でもここで
判断ミスるとやばい、一気に決められちゃうから。4枚入れるんだもん。やったやれ、ヘモグロ。オッケー、ボン、測られた。あまあこっちも手札ないからね。タイムです。オッケー、あ、そっか。あ、来た、どう手札。ドロー。お、これはでも手札は持っとかなくていいな。チャージしちゃおう。チャージします。で、このままやったれマンに向かって、ブスーとかアタックします。はい、ほら、まあ、それはいいよ、それはいい、うん、で、これでターンエンド。あ、ターンエンドした。うん、ドロー。あ、ちょっと待って、これアタックしてない。うん、あ、やった、出た。サンバナ、サン、チャージしないでサンバナ、バッテン同じ。おっと、自分がクリーチャーにアタックされた時、このクリーチャータップしてそのアタックを中止、なるほど、しても良い。なるほど。ギラッチョとブースト、相打ち。オッケー、ダイブです。ドロー。じゃあここは2マナで出しておきましょう。2マナじゃないね、1マナでいい。あ、やっぱりバギー、はい、で、これでターンエンド。ターン、ドロー。そろそろマナがだからアンタップしないじゃん。アンタップ忘れないマナがきつくなってくるんじゃないかな、3マナだと。していいじゃないですか。していいでしょう。だって一向にマナがたまんねえ。もう一回出てくることにかけた方がいいんじゃないの。自分はやりたくないんだけど、しょうがない、パパだから。え、パパだから。じゃあマナちゃん、やりたくなかったんだけど、はい、オッケー。じゃあ起きた、ドロー。やばいじゃん。そしたら使えない可能性が高い。いやでもね、実はね、マナチャージしてて正解だったんだよ。あ、正解なの。なんでかって、俺がまた手札破壊とか言ったら、それただ単に捨てるだけになっちゃうから。そうだそうだ、その可能性もあるよ。うん、お、よかった。で、俺は2マナ、2マナ軽くなってるんだよ、2マナ。ルドルフ・カルナック。これ出た時に、自分のクリーチャー破壊しますよと。あ、また、まただ。そうすると、2ドローしていい。はい、なのでこれで2ドローします。あー、手札を加えてしまった。で、こいつは、ターンの終了時に戻ってくる。戻ってくる、はい、あー、戻ってきた時に手札を捨てるだから。そう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 、チャージしといてよかった。で、1マナで、バギン出す。バギンを、また3マナ引っ込む。これで、これでターン終了時、じゃあまたヘモグロ戻ってきますよと。いやこれでターン終了。めちゃ答えよ。ここはいいかな。うん、1マナ使って。あ、そうね、1マナ。じゃあ、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 それでこれをまだ召喚できるでしょ。2マナ払って、これ、これまず捨てない。2マナ払って、はい、洗脳洗脳召喚、ターンエンド。自分のターン中に召喚以外でクリーチャーバトルゾーン出せない。だからもうこういうルドルフが出てもダメ。この辺戻ってこないっていうことだね。あ、オッケー、ドロー。このルドルフブロッカーだ。そう、ブロッカー、ブロッカー、ブロッカーだから、ブロッカーなんだ。うん、でもどうしよう。とりあえず4マナ、マナチャージはしなくていいかな。うん、しないでいいや。4マナで、骨んび出します。骨んび、これ出た時に、上から3枚墓地に置いていいと。はい、で、その後墓地からクリーチャーを回収します。はい、どうしよう。1体回収。ブスートでいいかな。ブスートを回収します。で、それを手札に、手札に、はい、で、3コスト軽くできるね。そうなんですけど、だけどこれのせいでここ破壊しても戻ってこないんだよな。うん、戻ってこない。出しといてよかった。ブスーと出して効果を使いません。破壊しても良いなので。なるほど、はい。6体、あ、7体。ただ7体、こっちがブロッカーなんで、アタックしてもこれ、そうね、だから、まあ、ただ1体しか防げない、うん、アタックでもね、そろそろ行かないといけないような気がするな。トリガーに期待するしかない、うん、やばいこれ。とりあえず、はい、バッテン止める。いきなり止めるの。うん、いきなり止めるの。とりあえず押さえる、うん、そしたらバギンもいっちゃっていいかな。1枚、ボン、なし。なし。じゃあもう1枚、ボン、なし。なし。
で次のターンにいけるようにもう1枚割っといた方がいいか。もう1枚割っとこう。はい、なしなしだね。じゃこれでターンエンド、はい、アタックアタックしましょう。アタックドロー。この手札弱くなる。ちょっと待って。でもこれだ、はい、バッテンをチャージ、うん、1,2,3,4,5 か。こうじゃん。ただ、まあ、エタンのビーフ軽くなってるから2マナで洗脳。 OK。 なんでもう1個出した？で出す必要なかった。出す必要なかったんじゃないの。とりあえず、まあ、また2マナ使ってカーネン、はい、1枚取ろう、うん、1枚取ろう。あ、そういう時に役立つのか、うん、カーネンは。でも次のターンが危ないからエちゃん、うん、ね、ここでね、ある程度破壊しといた方がいいと思うんだよ。そうだね。洗脳洗脳はこれ、この2つが召喚用一流だから。じゃあもう相打ちなど狙っていい。そうそうそう、狙って。よし、まずは、あ、全部2000か。うん。じゃあ洗脳でバギーを破壊。オッケー。ボン。はい。バッテンもやった方がいいね、うん、バッテンでバギー破壊。じゃあそこはブロックしようかな。あ、じゃあ骨火ブロック、3000対3000。あ、相打ち。相打ちだ、はい、じゃあもうやったらヘモグロ破壊。うん、じゃあそれもブロックだね、3000。あー、しまった。うわー、やったれが、やったれ、これ超きつい。やった、なに。1,2,3,4,5 ターンエンドですね。はい、オッケー。やったれにアタックするんじゃなかった。ドローするぜ、ドロ ー。これは危ない。そしたらシュートトリガーを待つしかない。タイムストップに来い。ね、手札2枚ね。じゃあ1マナでいいな、これも1マナでもう一回ヘモグロを出た時に手札1枚選んで捨てる。はい、はい、こちら。うん、 OK。 で、また2マナ軽くなって1マナでジャリ出た時に上から2枚墓地に送りますよ。でその後マフィンギャングを墓地から1枚手札に戻す。なのでもう洗脳、あ、洗脳洗脳いるのか、まだいますね。じゃあもう一回ヘモグロでいいでしょう。ああ、を回収してまた1、2マナ軽くなってるんで1マナでヘモグロ。うわー、で手札をまた捨てさせてもらって、あちゃー、でこっち召喚用意ね。うん、負けたね。でアタックに行きましょう。まだわかんないよ。まずヘモグロでじゃあアタックいきます。よっしゃ、リラッチョ。おっと、バギーもタップ、タップ、オッケー。でもまだ3体いる。いやー、これきついな。バギンでアタック。おし、ワイヤだ。おお、スーパーシールドリガー。いや、シールド、あ、普通のシールドリガー。あ、負けたね、はい、で、一体でもね、これここブロッカーだから、ここ戻すとここ召喚用意だから。そうだ、うん、こいつをデッキの一番下にバイナラすればいい、うん、じゃあバイナラ。オッケー、これで教えてもらいながらやってるっていう。俺はもうこっち召喚用意だから、これでターンエンドだね。そうだ、ブロッカーアタックできないから、はい、よし、アンタップ。まだわかんないかな、はい。いや、いいじゃないよ、エタ。これアンタップ忘れないんだよね。アンタップ、なんでここに忘れるんだろうな。できない。できない。もう、攻め切るしかないから。うん、ブロッカーがいっていいよ。じゃあ、とりあえず、洗脳で、うん、シールドブレイク。シールドに行く。シールドに行くの、うん、大丈夫。まあ、そうだ、うん、そうなるか。そうだね。そうだ、そうだ、そうしよう、そうしよう。オッケー。じゃあ、通します。ドン。魔老月下城の塔とシールドトリガー。パワーを誰かマイナス3000させますよと。はい、これはそうだな、そこまでかな。マイナス3000させるんで1000、うん、違うな、一番でかいやつにしよう。ゲラッチョ男爵をマイナス3000させますってことは、ゼロです。ゼロ、ゼロになって、ゼロになったクリーチャーは、破壊されちゃいます。あらー、はい、破壊だ。あ、ゼロ、ゼロと破壊になっちゃうんだ。そう、やばい。ラブソウがあればね、もう一体破壊できたんだけど、あと 3体で一応意地見せて、ま、もうほぼ確定だからさ、マギは意地見せても全部洗脳でシールド。洗脳でシールド、オッケーと、す、はい、ワイナーシールド、オッケー。どうしようもないもんね、はい、スタンでシールド。そこはブロックしていいかな。あ、負けた。入りました。ターンエンドですね。まだ終わってない。じゃあ俺のターン、ドロー入って、で、マナチャージして1,2,3,4,5,6 墓地にクリーチャーが6体いるので、はい、グラビティゼロ、ミリオネアクロスファイアをグラビティゼロでタダで召喚します。うわ、何ですかそれ。これね、スピードアタッカー、
で、あとパワーアタッカー、プラス100万今100万ただ出ししたそう、ただで出せるで、あーそうか、それで出せないのかよしいや、よしじゃない出せないか出せない、出せない出せないなら、じゃあ出せない、うん、オッケー、あ、でも、でもこれだけ言いますからねじゃあそのままアタックかなじゃあ一番活躍したヘモグロ君でアタックあー、ボーン手札これなんだよ、ジョニーなんだよあー、一番残ってればね、あのさっきのヤッタレマンがギリいけましたね、でもどっちにしてもあ、一番足りないかえっと、5、6、あ、足んないな、足んないこれ、とりあえずこれ、うんこれ全部出たことで、このジョニーが、うん、いや、このダメだねジョニー全員集合っていうのそうだねトリガーがまだもう一枚ああもうこれは無理だったねあはい、ということで今回ですね三段さんとデュエマをやらせていただきましたはいそれ楽しかったですありがとうございますありがとうございましたさすがの強さでね、すごかったでサンダーさんの方のチャンネルでも電話の対戦やらせてもらってますのであの説明概要欄の方からチェックしてみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。